お忙しいところご出席くださいまして誠にありがとうございます。また日頃より慶応義塾の広報にご協力いただき厚く御礼申し上げます。こんにちは、慶応義塾大会競争部3年の山形です。今回はお忙しい中お集まりいただいてありがとうございます。この前の、6月8日の日本選手権において、100メートルで初優勝することができて、今回の、世界選手権の、個人とリレーで、出場権を獲得することができました。個人では、ロンドンオリンピックの、リベンジを果たすつもりでいますし、リレーにおいてはそうですね、自分の走る区間でリードを取れるような走りをしっかりしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回日本選手権で何が自分が得られたことかというと、自信だと僕は思っているんですけども、怪我をして実戦から離れて、で、怪我を復帰してもなかなか自分のいいレースができなくて、でも今回日本選手権で勝てたことによって自分のやり方に対する自信がここまた戻ってきたという実感が、あるわけで、あるんですけども、その自信があれば、もう一回同じ失敗をすることはないんじゃないかなと自分では今思ってるんですけど、自分は9秒を出す、自己ベストの自己ベストの先にあるものとして9秒台を出す、それぐらいの感覚でしか捉えてないんですけども、ただ本当に9秒出すことになれば、メディア関係含めて環境が大きく変わってくる、日本の陸上界においてはそういう価値のあるものなので、9秒台というのは。そこに対する準備をしなければ、僕は息の長い選手になれないと思ってるんですよね。そこに、そうですね、だから、先に出すとか出さないとか、正直くだらないなと思うんですけど、本当に、一競技者としてこれから長く切磋琢磨していくために、自分はそこに気づいているつもりでいるし、そういった意味を含めて自分は先に9秒では出さないといかんなというふうには考えています。